こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。先日、韓国の光復節の記念式典の際にムン・ジェイン大統領は、日本に対し対話を望むなら喜んで手を握ると述べたそうですよ。え、どの顔がそんなことを言っているんでしょうね。今回はその模様のニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。コメントいただけると嬉しいです。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。韓国のムン・ジェイン大統領は15日、光復節、日本による植民地支配からの解放記念日74周年の記念式典の演説で、私は本日、いかなる危機にも毅然として対処してきた国民を思いながら、我々が作りたい国、誰も揺るがすことができない国を改めて誓うと述べた。ムン大統領は、まだ韓国は十分に強くなく、分断状態にあるために、誰も揺るがすことができない国を実現できずにいるとした。実現を誓うとの発言は、日本の対韓輸出規制の強化によって、韓国経済が直面した危機を必ず乗り越えるという、強い意志の表れと言える。同時に、今からでも日本が対話、協力の道に乗り出すなら、我々は喜んで手を取る、公正に貿易し協力する、東アジアを共に作り上げていくと述べることで、日本との対話の扉がなおも開かれていることを強調した。日本の措置に断固として対応し、これを機に韓国経済の大幅な体質改善を図る一方で、事態の解決に向けた外交的な対話を続ける姿勢を示したことになる。日本に対する批判の度合いを低くしながら、対話の重要性を強調するもので、この呼びかけに日本政府がどう答えるか注目される。それでは韓国国民の反応です。安倍に最終的に白旗投稿するんだね。屈服だな。ムン・ジェインは親日派か。日本をホワイト国から除外すると発言してたのがこの間だったが、もう手を握るのか。どうでしたか。反日の象徴ともいえる光復節の日に日本へ対話を求めるなんて、韓国国民も反発していますが、よっぽど追い込まれているのですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。